エンジンヘッドがフロントタイヤです。あ、どうも。はい、こちらです。ありがとうございます。どうも。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフのたけしです。今日もですね、ドリフトアカデミーのツアーの一環でこちらファットファイブレーシング、ダイゴさんのですねショップに遊びに来ています。ここの場所はですね、本当に面白い車たくさん置いてあるんで、毎回来るとですね、まあいろんな違う車のいろんなプロジェクトやったりしてですね、面白いですよ。いや、まずね、まずこの外ですよ。このワークショップの外にも S15 シルビアで、こっちにはですね、綺麗な 180SX と C6 のコルベットなんかが置いてあったりですね、本当このランダムにいろんなマシンが置いてあるといった印象なんですね。今日もですね、とんでもない車いっぱいあるんで、それを、ちょっとだけお見せしたいと思います。それで行ってみましょう。おお、すごいっすよ。この上に並ぶトロフィーの数々、フォーミュラードリフトあってですね、こっちも HGK のイベントだとかね、ほんといろんなトロフィーが飾ってありますけど、その中でもすごいのこれですね。これジムカーナグリッドサウスアフリカ2018年で、DAIGO さんがですね C6 のコルベットで優勝した時のものなんですけど、これすごいっす。むちゃくちゃ重たい。マジで全部鉄でできてます。しかもここにちゃんとですねドリンクが入るような仕掛けもされてて、すんごいすんごい重厚感ですね。これ10キロぐらいありそうです。全部こう鉄でできてて、ここもですねコンロットでできてます。これもいちいちですね全部鉄でできてたり、ほんとこれも甲冑みたいな感じで、非常に重厚な作りになってます。全部これも鉄ですね。ちょっとこう錆びてるところとかがさらに深みを増しててかっこいいですね。本当にすごいショップですよね。でこっちはですね、C6 コルベットも置いてあります。これもですね、D1GP で走らせてたものですね。このエンジンもね、マストモータースポーツって言ってアメリカのね、有名なエンジンブランドのものになります。このスロットルもとんでもないっすね。すごいマシンですよ。でしかもインナーフェンダーからフェンダーまで全部カーボンケプラーを使ってて、非常に硬くてなおかつ、結構この、柔軟性もあるというマシンになってるんで、すごい迫力ですよね。そして見てください、こちらにはですねスープラですよ。 D1GP に参加している、GR スープラ。LED headlight. It's so much detail. Yeah. That's main eye. 見てください、この上の方にもですね、たくさんのトロフィーが並んでます。マーク2と新しく作ってる、サンニースカイライン。35GTR。 いや、その中でもねこのマシンがとんでもないですよ。これエンジンとんでもなく後ろっすよ。見てください、ここエンジンヘッドがフロントタイヤよりもさらに奥にあるっていう、もう半分ぐらいもうフロントミッドシップなんてもんじゃないですね。もう相当奥に入ってる感じで、タイヤの軸がここにあってこんな位置ですからね。エンジンの中心部で言ったらこの辺りですよねって考えたら、ものすごいタイヤよりも内側に寄ってるといったスタイルになってます。しかも左ハンドルです。左ハンドルちょっとね、足ペダル周りがきつそうですけど、あまりにも来てるんでね。でしかもこれ
あの HDK のギアボックスを使ってるそうなんですけど、 HDK のギアボックスすごくちっちゃいんですね。なので間にスペーサーも入れるんですけど、このマシンにはスペーサー入ってないそうです。なのでエンジンから直接ベルハウジングがあって、 HDK の短いギアボックスがそのままついてる。そっから出たシャフトが位置がちょうどいいっていうね。とんでもないですよ本当だ。このエンジンがあって HDK のギアボックスで、間にですねベルハウジングしかないです。 N スタイルでシャフトがむちゃくちゃ短い N スタイルになってます。お客さん用のマシーンで、中国で、使う車らしいです。なので、まあ、あんまり、細かいレギュレーション気にせずですね作ることができるというそうです。ちなみに R32 のスカイラインですけど、もう足回りはですね元は S15 の車両から持ってきてるそうなんで、普通のですねストラット、シルビア系のストラットになってると。で、DAIGO さん曰くこのストラットタワーの位置が、元々の位置よりもですねワイズファブとかつく場合っていうのは外側にずらしてあるんですけど、そのずらした後の位置になって、取り付けられてるということになってみたいですよ。いやーこれとんでもない。でこっちはですね T6 のコルベットの GT3 のモデルで、向こうには R35 の GTR なんかも置いてあるということになってるんですね。ここにはですねチャンピオンマシンですね、フォーミュラ D に出た時のチャンピオンマシンなんかも置いてあります。ほんとねここはねなんか男の夢の場所っていう感じですよね。ナミさんだ。あ、どうもこんにちは、お久しぶりっす。エコドリフターのエコドリフター。いや今日はあのドリフトアカデミーで。はい。そうなんです。で俺12月入社。はい。あ、そうなんです。そうなんです。あ、よろしくお願いします。ロビーさん、ロビーさん here。What I know, what coincidence. あの R32 は中国だったらああいう風にいじくっちゃっても全然大丈夫なんです？中国ってあの CDC でしたっけ今やってんの？今 DCGP DCGP EV の世間。ありがとうございます。平面プロダクツのですね、美濃さんのところにもちょっと行かせてもらいまして、いろいろね、車の話とか、あとまあね、来年のスケジュールのことなんかもちょっと、あのいろいろ聞いたりして、とても有意義な時間でした。Yeah, that's right. Like, so good. I bought it a couple weeks ago, and I got a full tank of gas, and I already drove like 600 kilometers. I still have one third gas left. I'm gonna get stranded somewhere because I'm gonna forget to put gas in. I don't care, like people are like 800. My, really? Mine is slightly bigger one. Yeah. The normal one, they, like 800. Pay for like $40. Yeah. That's why, like, I don't care who says what about. Cheese. Thanks for driving us. ありがとうございます。どうも。はい。いかがだったでしょうか。もうね、ほんとこのショップはね、まあ、すごいですよ。もう毎回ぶっ飛んでるんで、まあ、お客さんも喜んでもらえますし、本当にね、来て僕もいろんなインスピレーションを受ける場所だなというふうに思います。まあ、こんな感じですね、これからもニュージーランド在住のドリフターってところを生かしてなんかね、こうやって車関係の動画、ドリフト関係の動画いろいろ上げていきますんで、もしよければですね、いいね評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。